こんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はサバイバル実況パート74となります。前回の続きからやっていきましょう。やっていくぜ。確か前回は新しい仲間の、ウーパールーパーを捕まえに行ったんだよな。せやね。こちらが前回仲間になった、ウパコとウパオです。ちなみにピンクがウパコで黄色がウパオだったよな。正解。でも新しい仲間とか言いながら、ウパオを剣で切っていたような。あれはその隣にいた子ゾンビを倒そうとしたら、一緒に当たっちゃったんだよ。でも2回も切っていたような。その説は大変申し訳ございませんでした。ウパオこれで気が済んだか？お？今なんかモザイクがかかったような。さすがマリサくん気づいていたようだね。そうなんです。今回なんとお城建築を進めてきたんだよ。それでさっきお城が映ってしまったからモザイクかけたのか。そそ。それではご覧ください。現在のお城建築の状態です。じゃじゃーん。おお。お城の本館の壁が光っているぞ。そうなんです。ズームしてみるとこんな感じ。ちなみにあの模様はお城のエンブレム的なやつか？まあそんな感じですね。でもあの壁ができたおかげなのか、一気にファンタジーなお城感が出てきたよな。でしょでしょ。ちょっと大胆に作ってみたんだけど、意外といい感じになってね。おお、ここからでもはっきり見えるな。だね。こりゃ夜はもっと綺麗に輝いてそうだ。いや、なんなら眩しいぐらいかもな。多分そうだね。ちなみにですがあの壁の建築中に、10階は落下したかな？まあ確かに結構大変そうだもんな。とりあえず、お疲れ。いい方な。てか近くで見てわかったが、あの光源のシーランタンは、1マス奥に置いてあるんだな。お、よく気づいてくれました。その通りです。少しでも凹凸を出すために、1マス内側に作ってみたんだけど、それでももう少し物足りないんだよね。ふむ。なのでこの壁については今後改良するかもしれません。まあ全部できてから少しずついじっていくのがいいかもな。そそ。とまあこれが今回裏蔵でやった、お城建築の進捗報告って感じかな。とりあえずお疲れさんだ。おつおつ。では最後に異世界横丁付近からお城を見てみましょうかね。はぁ？笑った。もう。ちゃんと減速して降りたじゃんかそりゃ Y に言われてもどうしようもできんべ。たく。てかこれ前にもあったよな。そろそろ霊夢も学習しやがれ。いえこれはシステムの問題ですので私がどうとかいうことではございません。早口すぎて金も。まあとりあえずアイテムは回収できそうだから落ち着きたまえ。たく Y の心が広いからいいものの、普通の人なら今頃画面をぶん殴ってるよ。へいへいわかったわかった。それだけ言ったら気が済んだろうよ。でぼちぼち今回の内容に入っていくのか？いいえまださっきのことについて言い足りないので。もう黙っとけボケ。もういいからとっとと今回の内容に入りやがれ。よ、了解しました。まあその前にさっき言っていた、この異世界横丁からのお城の雰囲気を見てからにしましょう。へいへい了解だ。ではまずアイテムをいつもの配置に直してっと。まだ？はいはい終わりましたよ。たくもうせっかちだねー。では異世界横丁から見たお城は、こんな感じです。おー。やっぱりあの壁の存在はかなり大きいようだな。だね。ということでまたお城は裏蔵で進めてまいりますので、お楽しみに。お楽しみに。ということで今回の内容にぼちぼち入っていくんだけど、ふーやっとか。今回はなんと、リクエスト建築会となります。おー、リクエスト建築とはありがたい。では今回の建築場所に行きましょうかね。了解だ。さあ今回のリクエストをくれた視聴者さんは誰だ？今回リクエストをくれた視聴者さんは、タクミンさんです。タクミンさんサンキュー。しかも今回はこの釣りバッキンでの建築なのか。そうなんですよ。で今回タクミンさんからリクエストをいただいた内容は、水車でしたので、今回の建築は水車を使った建築をやっていこうと思うよ。おー、これまたおしゃれな建築になりそうだ。ということで今回は、水車のある釣り堀です。もう名前からしておしゃれやん。それね。そして今回も建築の雰囲気を紙支店にてお送りいたします。しっかり匠さんに気に入ってもらえるような建築を頑張るんだぞ。そうだね、気合い入れて頑張ります。ということでぼちぼち建築に入っていきますせ。さあ頑張ってこいー。それではレッツゴー。
ういうことで無事完成しましたので見ていきましょう。さあどんな感じかな。ということでこんな感じに仕上がりました。いやあ、あんなに寂しかった吊り橋がこんなにも賑やかになるとはな。うんうん、では釣り堀の中を見ていきましょうか。ほいほい。てかそこの村人さんは何やってんだ。あの方は見てはいけません。え、まず受付をしていきましょう。ふむふむ、ここか。でもあいつ受付してくれる雰囲気がないぞ。これは人員配置をミスっているようですね。おい、斧を出してんじゃねえよ。こういうことじゃなかったのね。じゃこっちで。さあ今回ヒットした獲物はかなり大きそうです。いくら引いてもびくともしません。なあに受付の村人さんを釣ってんだよ。いやあ、これくらいやらないと受付の村人さんが働いてくれないからさ。どんな受付やねん。ってなわけで受付が済んだら早速釣り堀場へ向かいましょう。おい、まだ受付の人に釣り糸がついたままだぞ。これで少しはやる気になってくれたかな。ふむふむ、やっと仕事をしてくれるようです。やっとか。では次に桟橋を見ていきましょう。ここの新年早々に作った自動釣り機はそのまま置いておいて。おい、その村人さんは見ちゃいけなかったやつだろ。いやあ、かわいいね。いや、どこがだよ。てかこの釣り堀の桟橋の使い方間違ってね。どいつもこいつもイカれてるだろ。まあまあ人それぞれ桟橋の使い方があるからね。にしてもそんなところでイチャコラされても困るがな。まあまあまあ、マリサ君落ち着きたまえ。ほら、生タラをあげるからさ。じゃあねえな。で次にこの釣り堀のメインである水車を見ていきましょう。おお、ちゃんと水車ができとるやんけ。ふっ、ライオ誰だと思ってんの。それは失礼いたしました。苦しゅうないぞ。とりあえず水車は大きすぎず小さすぎずなサイズで作ってみました。たくみんさん、このサイズで大丈夫か。もしもう少し大きめのサイズが良かったらまた別の場所に作りますので遠慮なく言ってくださいな。くださいな。てかさっきのスコア表的なやつ、生タラは1ポイント、鮭は2ポイント、フグは3ポイントってことよな。そういうことだね。フグは珍しいから4ポイントにしろ的な感じ。お、気づいたか。でも残念ながらスコア表の壁にスペースがないため3ポイントでしか運用ができません。なんちゅう理由やねん。ということで1ポイントゲットだよ。ちなみにこのポイントを集めるとなんかもらえるのか。そりゃそうでしょ。何がもらえるか聞きたい。おう、まず一番下のランクなんだけど1000ポイントでランタン1個もらえます。は？で次に2000ポイントで鉄ブロックがもらえます。ちょい待てちょい待て、ポイントの桁数間違ってね。いえいえいえ、決して間違ってはございませんよ。いくらなんでもそんなポイント稼げるわけねえだろ。しかも景品しょぼすぎるし。受付で支払う利用料がとんでもなく安いってことか。ちなみにですが、ここの利用料金は5分で5000エメラルドとなっております。もうここはぼったくりバーならぬぼったくり釣り堀やんけ。皆様のご利用心よりお待ちしております。誰が使うねん。え、絶対にうまくいくと思うんだけどなあ。まあとりあえず霊夢は経済学でも学んでこい。毛がいっぱいある学。もう喋らなくていいぞ。とりあえずこのマリサが気になっていたバチがイチャイチャカップルを引き離してあげましょうかね。結局霊夢もこのカップルたちのこと気に食わないんだろ。いや全然。でもとりあえずもうこの二人が出会わないくらい遠くに飛ばしてあげようかな。もしくは天国。おい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 、それは行き過ぎな。しっかり気に食わないのがにじみ出ているぞ。いかんいかん、落ち着かなければ。とまあこれが今回作った建築ですね。たくみんさん気に入ってくれたかな。いいこと思いついた。あの水車の作り方まではいかないが、水車を真横から撮った写真をツイッターに載せておくってのはどうだ。おお、それはいいね。ではこの概要欄に風卓のツイッターのリンクを貼っておきますので、水車の作り方が気になる方はそちらからご覧くださいな。ついでにフォローしてくれるとありがたいぜ。ということで今回リクエストをいただきました。たくみんさん、ありがとうございました。これからも遠慮なくリクエストしてくださいな。頼むぜ。てか画面暗くね。ポチッとな。もう遅いわ。ご視聴ありがとうございました。ありがとだぜ。このサバイバル実況は毎週月曜日の18時に更新しております。今後も変わらず更新していきますので、次回もお楽しみに。動画の感想やアドバイス等あったらコメント欄に書いてよな。リクエスト建築もどんどん書いてくださいね。そうだぜ、どんどん書いちゃえ。それではまた次の動画で、バイバーイ。Bye.